あ、そしてお二方も、はい、あれなんかちょっと待ってください。スキンが変わったらしいです。あ、それ、ね、マイクラスキンは変わってない。それそれそれですよ、はい、気になってた気になってたやつ。ありがとうございます。はい、ちょっとアイコンとかが元入れてなんかできないんですか。元入れてあれがちょっとリアルにするみたいな。はい、ちょっと入れてやりましょうよ。 VTuber ですもんね。いや VTuber ではないではないですではないではない、はい、ではないではない。このまんま、ね、だってあれ、うん、完全に VTuber の顔つきじゃん。そうだよ、あのアイコンさ。イケメンよ、みんなイケメンよ、漏れなく。うん、もう面、うん、面なんか絶対動き出すでな、あれ。動き出すね、面だけちょっとごめん、笑っちゃったんだよな。いや、わかりません。僕たちも大爆笑したんで、はい。面だけ笑いました。お、オチみたいでごめんねって言うんです。麺は人間になれなかったんだな。麺はいや本人の固い希望で、はい。うん。やっぱ豚がいい。オラフ君でさえ人間になってたのに。オラフ君もオンリーも、ね。そうだよね、本当だよ。人間になったんだけど、ゴーレム卒業よ。なれなかったんだな、麺は。そうなんです。麺は豚がいいってことで。希望じゃなかったらやばいよね。お前は豚のままだ。お前は豚だ。パワハラがちょっと見えるもんね。それいややっぱでもボンさん毛量が多いって苦情がすごいですね。え、そこの苦情は？しちゃいました。毛量が多いっていう。盛りすぎ、そっち盛りすぎって。そっち盛りすぎ。ある意味、ある意味さ、あのボンさんが一番似てたけど変化が少ないと思ったけど、ね。まあ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 、まあはい。リアルに近いですもんね。そうそうそう。リアルに一番近いのは確かにね。ボンさんで。オラックンがそのまんまだったらちょっと説教だな。オラックン僕たちも見たことないんで分かんないですよ。ててビジュアルもあのまんまだったらちょっと説教だわ。良くないですね。良、はい、くないとか良くない良くない。良くない。あんな感じですけどね。はい、おじさんのひがみがすごい。あのまんまだったら承知しねえからな。はいはいはい。おこね、おこね。おこおこおこよ、さすが。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。